んにちは、のりこです。今日は私は伊勢丹にいます。こちらが加藤渚さんです。ちょっと見てください、私のエプロン。ちょっとこの色がすごい可愛いと思うんですよ。なんとも言えない大人っぽい組み合わせで素敵ですね。ありがとうございます。姫的なデザインと、あ、プリンセスエプロンだそうですよ。これはちょっとシンプルなクールな、ね、クールな感じですね。こちらは親子エプロンですね。ママとお揃いのエプロン。カラーもすごいいろいろあって、私が今着ているのと同じデザインで、こういう赤、紺、白のタイプもあります。あとはちょっと大きなサイズもたくさんバリエーションがあります。ミニなワンショルダーのタイプもあります。なんかカジュアルな服装に似合いそう。うん、そうですね。ね、かわいい。こちらもちょっとシンプルエレガントな感じのカシュクール型のエプロンです。色もいろいろあります。ね、あのエプロンブランド立ち上げて5年。5年。もうすぐ6年目に入るんですけど。ね、エプロンブランドを作ろうと思ったきっかけは、どんなきっかけですか？きっかけは、あの結婚をした時に、末永くお家で可愛い格好をしていたら、旦那さん喜ぶかってところなんで、旦那さんが喜ぶかなって思って。そう、旦那さんが喜ぶかなと思って。で、あの思った通り、今でも喜んでいただいていると思います。あら、あら、仲睦まじく。そうですね、ありがとうございます。このショップはいつまでやってますか？はい、9月23日火曜日の祝日まで。はい、ぜひ皆さん伊勢丹の5階のエプロン売り場にありますので、ぜひぜひ覗きに来てみてください。またね、ありがとうございます。